皆さんこんにちは。劇場版美少女戦士セーラームーンコスモスでセーラーコスモス、ガーディアンコスモスを演じています北川景子です。出会いは幼稚園の時だったと思うんですけど、あの仲良しの連載でセーラームーンを初めて読んだのがきっかけで、で、まあ、今ほどその内容が全部理解できてたかどうかわからないんですけど、その絵の可愛さだったりとか、あと自分より少し上のお姉さんたちが勝てそうにもない相手に向かってこう仲間と力を合わせて戦っていく、立ち向かっていく姿がすごくかっこよくて、すごく夢中になって、で応募者全員大サービスのあのちびうさの鍵のネックレスとか、あと鏡とか、あといろいろあのグッズも集めてたんですけど、それがあのきっかけですごく好きになって、それからアニメも見ましたし、それからその後は自分も実写版をやらせていただくようになったりして、なんか割と人生長い間セーラームーンと歩んできたっていうか、そういう感じです。お話いただいた時はすごくびっくりして、私でいいのかなっていうのがまずあったんですけど、なんか今回いただいた役がセーラームーンの未来の究極の姿っていうあのキャラクターだったので、なんかセーラームーンイコール沢井美優さんっていうのがやっぱりどうしても自分の場合はすごくあるから、なんか沢井さんがいて、その周りに私たちがこう一歩後ろでというか、その沢井さんの下にいてセーラームーンとかウサギちゃんを支えてっていうあの関係でこの20年間ずっとやってきてるので、なんかこの役をいただいた時に、沢井さんじゃなくていいのかなっていうのも、なんだろう、すごく嬉しいんですけど、自分の中では違和感もあって、なんかその絵も見させていただいたら髪の毛白かったりするけど、でもやっぱりあのうさぎちゃんの髪型してたりするから、なんかどうしても私の中では沢井さんの声でなんか再生されてしまうっていうか、台本読んでてもそういう違和感がすごくあったし、やってもいいのかなっていうのが分からなくてちょっと心配になったので、みんなにこういうお話いただいたんだけどっていう話をして、で連絡もして、そしたら絶対やってほしいっていう風に言ってもらって、私たちの中の誰かが劇場版に携わることができるのはすごく嬉しいことだし、これがきっかけで私たちがやってきた実写版の方のセーラームーンがいろんな人に知ってもらえたらそれも嬉しいよねっていう風に、頑張ってねって言ってもらって、なんかいろいろ心配があったけど余計なこと考える必要なかったなと思って、なんかすごくいい仲間だなって最終的に思って、でやらせていただくことになりました。やっぱりこれすごくスケールが大きくて壮大だけど、私が知ってるセーラームーンと同じだっていう風に思って、うさぎちゃんがピンチの時はみんなで支えるし、うさぎちゃんがなんか泣いたりめげそうになったりくじけても最後やっぱり自分と向き合って立ち上がって、でもう一回やるんだって自分を信じて仲間を信じて立ち上がっていくところっていうのは、自分が読んできたコミックの仲良しの時のセーラームーンとも同じだし、自分がやらせていただいたセーラームーンとも同じだし、みんなが好きなセーラームーンそのものというかその集大成なんだっていう風に感じて、なんか鳥肌が立ちました。なんかすごかったです。分かった時にわーって思いました。ムーンセレニティっていたじゃないですか、ちょっと似てて、なんかウサギちゃんが聖母になった感じというか、なんか聖なるウサギちゃんっていう感じで、なんかいろんな大変なことだったり辛い思いとかをして、で
見たくないものを見たり、失いたくないものを失ったりして傷ついたその先にすごく悟りを開いて、いろんなものに慈しみを持てるようになった、もう何もかも超越したウサギちゃんみたいな、あの神々しいウサギちゃんっていう感じのビジュアル でちょっと衣装に5色の私たち仲間の色も入ってるのがすごく私としてはグッときたところで、なんか真っ白じゃなくてちょっとレインボーで、あの5人の戦士の色が入ってたところが、なんだろう、私たちの思い、私たちが長年こうずっと戦ってきたことだったり、その戦士の生き様だったり全部を含めた象徴的なキャラクターなのかなって思いました。他の戦士たちが間違いなく信頼できるような神々しさみたいなものを声で表現したいっていう理想はあったんですけど、まあ、いざそのアフレコの現場に行ったら、結局はすごく技術があるとか経験があるわけじゃないので、最終的に感情でやるしかなかったというか、気持ちでやろうと思ってやりました。やっぱり三石さんはこのセーラームーンっていう作品をもう長くずっとやってらっしゃるから、その深みというか、なんか年輪みたいなものもすごく声に出てらっしゃったし、全部超越してるけど人間らしくないじゃなくて、ちゃんと優しさとか温かみがあるというか、聞いていて安心できる感じの声でやりたいなっていうイメージはすごくいただいて、あとは三石さんがあのご連絡くださったんですけど、あの私のガイドはあるけどそれはガイドでしかないから、恵子ちゃんが思った通りに恵子ちゃんらしくやってっていう風に言ってくださったのもあって、三石さんみたいな聞いてて温かい気持ちになる声を出したいなっていう、そのイメージだけを持っていきました。すごく懐かしい、あ、セーラームーンだっていう思う部分もあるし、でも映像とかはすごく今の技術ですごく、なんて言うんだろう、綺麗だし色も鮮やかで、アニメーションもの技術もすごくて、あ、今セーラームーンこんなに進化してるんだっていう部分もあって、なんか私たちが知ってたセーラームーンと、なんか今のセーラームーンが融合されてて、すごくシームレスに全部つながって、なんかセーラームーンの集大成だっていう感じがしたので、なんて贅沢な作品なんだろうって思いましたし、最終的にそのウサギちゃんが導き出した答えっていうのが、やっぱり私たちと共に歩むっていうことだったのが最後すごく嬉しくて、なんか一緒だから頑張ってこられたっていうことがいっぱいあったと思うんですよ。ウサギちゃんたちは仲間がいて一緒だったから頑張ってこられたっていうのがあると思うんですけど、なんか最後改めてそれを言ってくれて、この作品が終わるのがすごく私としても感動したし、そのシーンが一番好きなシーンでした。自分が言わせてもらったセリフで、なんか自分に正しい選択をさせるためにっていうことを言ってて、でも結局間違ってなかったって自分で言い直すんですよね。だから、なんだろう、生きてて、あの時もっとこうしてたらよかったなとか、あの時こうしたことが間違いの始まりだったんじゃないかとか、あの時こうすることが本当は正しかったんじゃないかとか思うタイミングって絶対みんなあると思うし、私もよくいろんなことを振り返ってもっとこうしてたらよかったのかなって思うことってすごくあるんですけど、でも最後いろいろ考えた末、最後思うところは、でもああするしかなかったよなとか、あの時できる精一杯はでもやってたような気がするなって最後落ち着くんですよ。なんかそれが、なんだろう、ウサギちゃんだったりそのコスモスと同じ考え方だったのがすごく嬉しかったというか、ウサギちゃんってなんか完璧じゃないし完全じゃないし
無敵じゃなくて、なんか失敗したりとか泣いちゃったりとかつまずいたりするんですけど、であの時私は間違ってたみたいな風に言ったり、こうなんだろう、揺らぐところもあるんですけど、でも最後はちゃんと自分のことをそうやって見つめ直して分析して、もう一回向き合ったり立ち向かおうとする強さがあるなって。だから決して器用じゃないのかもしれないんですけど、すごく前向きに頑張ろうとしてひたむきじゃないですか。だからそこがすごく共感できたというか、私も何かあってくじけそうになった時はなんかうさぎちゃんみたいに泣いたり立ち止まってもいいけど、最後はでも自分頑張ってきたよねとか、最善尽くしたよねとか、こうするしかなかったし、あなたは正しかったんだよって自分に言ってあげて前に進めるようになれたら、この先もなんかいい未来が待ってるんじゃないかなって思えたので、あそこがすごくなんか実生活にも参考にできるかなと思いました。結構本当に人生の大半がセーラームーンと関わって生きてきたので、もともとすごく大切な作品ではあったんですけど、と小さな時に一番好きで憧れた作品でもあるし、で芸能界に入るきっかけを作ってもらった作品でもあるし、そしてこの20年間、今年も20周年なんですけど、みんなが20年、この20年芸能活動一生懸命頑張ってこられたのも、やっぱりそれぞれが引退したりしないで頑張ってきたからだと思ってて、でもみんながいるからこの20年頑張れたしって考えたら、なんかほとんど自分の人生とは切っても切れないというか、人生そのものみたいなところがあるので、セーラームーンがきっかけで知っていただいた方とばかりお仕事もしますし、だから今回この作品をやらせていただいて、私たちにとってもすごくさらにセーラームーンって作品が大切な作品になったと思います。これまでセーラームーンが好きで見てきた方、読んできた方が楽しめるのはもちろんなんですけど、私は今回この作品に携わってセーラームーンこれまで知らなかった方だったり、あとは全然普段漫画を読まないよとかアニメ見ないよっていう方にも絶対に見ていただきたい作品になったなって思っていて、でこの作品ってなんか女の子たちが可愛い服に着替えて戦って最後なんかやったねっていうだけじゃなくて、なんか人間が何かこう壁にぶつかった時にどうやって立ち上がったらいいんだろうって分からなくなった時の立ち上がり方だったりとか、落ち込んでしまった時の前の向き方だったり、あと自分がどんな未来に進んでいけばいいのか分からないっていう人の不安を少しでも軽くするような励ましだったり、そういう哲学的なことがとってもこのストーリーの中には含まれていると思うので、なんかこういう時代だからこそ、なんか分かんないけどセーラームーン見てみようかなって感じで見ていただけたら、絶対何か感じていただけることがあると思うので、本当にたくさんの方にこの作品が届いてほしいなって思います。劇場版美少女戦士セーラームーンコスモスは前編絶賛公開中、後編は6月30日金曜日から公開です。ぜひ劇場でご覧ください。